こんにちはテンバーアカデミーフリヒデオですマゾンビジネスプログラムというのがあります。まあ、おすすめなんか来てね、えー、卸売りなんで、まあ、別に、えー、全然おすすめじゃないですと、スルーして OK という返事をしてたんですけど、えー、日本のアマゾンの場合ですね、この卸売りに参加すると、月額基法料4900円が1ヶ月10円になると。 これ気づいてね、えー、登録して、えー、っと月額4900円の大口手数料が10円になるのか、月額基本料4900円に、さらに Amazon ビジネスでかかるはずの4900円が10円になって、4910円になるのか、ちょっと 4, 4のとこね、いまいちわかんなかったんですけど、まあおそらくね、えー、大口が10円に値下げしてビジネス、ね、アカウントを増やそうとしてるんじゃないかなと思います。 まあ仮にそうじゃなくてもね、別に10円足されるだけなんで、まあ、この日本に関しては、えー、この Amazon ビジネス、えー、登録取得のお勧めしますで。この出品アカウントをお持ちの方はこちらってとこをクリックしてね、あとはクリックするだけで登録完了するんで、まあ、これで大、えー、口手数料4900円が10円になれば、えー、いいんじゃないかなというふうにね、思います。 ただ残念ながらアメリカはこの仕組みね、あるんですけど、この10円とかいうことはないんで、まあ、アメリカについては別にね、えー、登録しても大したメリットないのかなという感じです。で、これなぜ全然メリットないかというとですね、このプログラムの特徴なんですけど、まあ法人格、要は、えー、卸売りのための登録でですね、で、成功事例が出てるんですけど、 建築資材を、ねえー、取り扱ってる会社、それと家具、インテリアを、えー、開発からやってる会社が、まあえー、卸売できて、えー、売り上げ伸びましたみたいにね、成功事例で載ってます。で卸売ってですね、商品力がないと難しいです。でありきたりの商品で卸売をすると飲食店の無断キャンセルのような事態になると。ねまあ、たまにね、この無断キャンセルの話が、まあ、出ててね、 客はひどいと。ね。えー、店はかわいそうだみたいな論調が多いんですけど、まあ私は見ててね、えー、まあ、そんな、とこにでもあるようなね、もう行けなくなってもいいような店、キャンセルするのはまあ、普通じゃないかなと。ね。私だったらキャンセルするとかそういう次元の問題じゃなくて、まあ今のね、えー、日本の不景気な状態とか、店があり余ってるとかね、いうのを考えると、まあ、 え、キャンセルし忘れちゃったとかね。何件も何件も、漢字が何人か手伝ってくれる人がいて、何件も何件も安いとこ安いとこって予約してね。で、一番安いとこ行って、他の店のキャンセルを忘れちゃったとか、まあ、全然あり得るんじゃないかなと思います。でね、これ同じことが、卸売やった時に起こります。まあ、とりあえず、まあ、卸売やると言うとね、えー まあある程度誰でもおろしてる会社から卸をもらってるか、えあるいは、え中国でね、えーマークを入れたぐらいの、え独自商品を作ってるっていう、まあ、場合が多いんですけど、まあ正直言ってそれ、どこでも手に入るんでね、えあいみつ取って、一番安いところから仕入れるというのはね、法人の仕入れの基本になりますんで、 えー、独自商品で他じゃ手に入らないという商品を扱ってない限りはね、卸売りっていうのはメリットないです。メリットないのみならず、えー、300注文入ったと、喜んで買ったらね、値段が合わないからやっぱりやめるとか言われたらね、売り切れない在庫を300個買っちゃったとかいう話になるんで、まあ卸売りはあまおすすめじゃないと、ねあの。詐欺、単純な詐欺の場合もありますしね、嫌がらせの場合もありますし、まあ、どっちみちね、あんまり卸売りで、 うまくいくというのを狙った、えー、やり方をしてうまくいく人は少ないかなと。ないしのね、あの、独自商品を作る必要があります。マークが違うとかそういう次元の話じゃなくて、明らかにね、今までの商品より性能がいいとか、壊れにくいとか、使いやすいとかね、なかった商品を作ったとか、えー、あったらいいなの商品をうまく組み合わせてね、えアイデア商品になったとか、まあそういうのがないとね、卸売ってうまくいかないですし、 まそもそもそういう商品作ったらね、卸売なんかやんないで FBA 使ったらいくらでも自分で売れますから、まあ、FBA で売った方がいいというのでね、かなり卸売には、えー、否定的です。FBA があんだらね、卸売やる必要ないです。で、このね、えー、キャンセル、キャンセルの例に合わせる、飲食店のキャンセルの例に合わすとね、えー、なぜそのキャンセルされるか、卸売だとどういうことか起こるか、わ、まあ、かりやすいんじゃないのかなと思ってちょっとシェアをさせていただきますと、 まず、よくあるキャンセルね。キャンセルされても連絡取れないとかね。えー、連絡取れてもキャンセルしたって言ってるとか、えー、そういう行き違いが多いです。これね、えー、きちんと、まあ、連絡が最低限取れてですね、えー、キャンセルしたらどうなるか約束して予約は取るべきだと。でめんどくさいこと言うとね、えー、団体役取れないと。 その場合は団体予約を取ってね、キャンセルされないだけの魅力がその店にないわけですから、えー、団体予約なんて取らない方がいいわけですね。貸し切り予約とか団体予約は取らない方がいいと。まあ、これ、卸売の場合も先ほどのね、ありきたりの商品は卸売だと全く動かんない。ダメ、えー、デメリットだけは大きいというのと全く一緒でね、本来、えー、団体予約とかね、えー、貸し切りを取らない方がいい店が、えー、売り上げに目がくらんで取るのがほとんどの 失敗のね、原因だというのが言えます。あと、今回ね、この取り上げた事例だと、人数変更がある場合はね、えー、予約日の2日前までに連絡をしてほしいと約束したと。これ、紛らしいですね、えー。で、連絡なかったから30人分の食材を調達し、準備に入ったってことですけど、まあ、見たこともない人なわけですから、せめて予約日の2日前にね、人数確認の連絡をしてくださいと。2日前に必ず連絡をもらうようにすべきだった。 でねえー、連絡日の2日前までに、えー、連絡しなければ自動キャンセルだというふうに、ねえー、この予約した人が勘違いした可能性すらありますよね、これ2日前に電話くださいと言えば、まあ、2日前に電話しなきゃキャンセルになるんだなというふうに勘違いした可能性もあります。 何しろね、人間は都合のいいように、自分の都合のいいように記憶も変わっちゃいますんで、まあもしもね、えー、うまく相手に連絡取れて、キャンセル料運々の話をしたらですね、だって2日前に確認の電話をしなかったらキャンセルって言ってましたよねと言われる可能性すらあります。それとね、えー、これね、その後の対応がちょっともうパニックなんでしょう。わけわかんないですよね。予約時間の 午後7時半になっても誰も来店しない、15分後に漢字の携帯、電話に連絡しても通じない、ショートメールも送ったが返答はなかったと、ね。もう完全にキャンセルですよね、これね。えー、もう、バックレられたというふうにね、100%他人が見りゃ分かるんですけど、まあ、本人は来るはずだという、なぜなら来なきゃ困るからというのでね、思い込んでるんでしょうね。午後9時ごろには別の客が来店したか、団体役が入っており、貸切体制だったため断ったと。 えー、9時に2時間後、予約時間のね、1時間半後に来たお客さんをね、ね来るはずのない客を待って断っちゃうと、わけが分かんないですよね。で、7時15分に連絡の取れない時点で、用意したオードブールの無料提供などね目玉にして集客を開始すべきだったと。まあ、普通で、えー、見て気になってた通りがかりの人とか、 本日、オートブルね、キャンセル食らって無料ですとか、やればね、入ってくる人もいただろうに、まあそういうこともやらず、ただ、来るはずのない客を、まあ、ぐりながら待ってたのかなんか分かんないですけど、まあ対応が雑すぎるとか、ひどすぎますよね。で、まあもうこれ、逆にこの文章を読んでるだけで、キャンセルになるべくしてキャンセルされた取引だなと分かるんですけど、団体客が支払うはずだった料金は1人当たり3500円と、値下げの依頼に応じて決まった額だった。 まあ安さだけを求める客は客層も悪くトラブルも多いです。ましてや一度も行ったことのない店でね、えー、安くしてくださいって言って安くしてくれるわけですから、もしかしたらその値下げに応じた時点でね、あまあ大した店じゃないから値下げしてくれたんだなというのでね、えー、キャンセルの確率が高,高まった可能性すらあります。 でねえー、この安くしなきゃ売れないものを扱うってほどね、えー、ビジネスで、えー、まずい手段はなくてですね、えー、大抵この安売りしかやることなくなって値段を下げるという形に入るとね、もう倒産一直線ですね、卸売りなんかの、えー、取引を見てても。やましてね、もう多くの見込み客を見込める金曜日に会ったこともない客の貸し切り役を受けるというのは、まあ、ビジネスとして最低な判断だろうというふうに思います。でまあね 勘違いの連絡やキャンセル料金の謝礼は今もない。当日連絡取れなくて、後から連絡があるわけないですよね。で、まあ、それに対してのね、この店をやってる方の息子さんの話として、客側を断罪したり、憤ったり悲しんだりするだけでは解決にならないと思いますと。まあ、それはその通りですよねで。ポータルサイトなどが団体の貸し切りならクレジットカードで前払いをするなど、無断キャンセルが発生しないような仕組みを作って解決してくれればと思いますと。 えー、どこまでポータルサイトというか他人に甘えるんだっていう感じなんですけど、まあこれそもそもね、料理が美味しくて評判が良いなら、全額前払いでも予約は入ります。で逆にこういう店は団体予約とか貸し切りになって取らないですよね。常連さんが入れなくなっちゃうわけですから、えー、逆に常連さんが入れなくなって困る店は貸し切りとか団体予約っていうのは滅多に取らないと。で逆に言うとね、えー 団体役とか貸し切りを取りたい店は、えー、常連さんがいない店ということなんでね。まあ逆に言うと、行けなくなっても全く問題ない店。ね。その、そういう店を運営していることが問題なんで、えー、店に魅力がないことが一番の問題であるというのをね、まあ当然、キャンセルするやつが悪いって論調の記事しかないんで書いてないんですけど、本当の問題はね、えー、店に魅力がないってことなんですね。で、 卸売りもね、えー、これ普通、まあ、扱ってる商品だな、どこでも手に入る商品を、えー、扱ってるわけですから、まあ、それを当たり前の値段でね、えー、提供するのでは、えー、全く儲からないというか、注文が入らない。ね、で逆に魅力的なすごい安い値段で、えー、提供する場合はですね、えー、まあ、わざわざ、 おろし売りする必要がないと。そんなすごく安くしなくても、アマゾンで高く FBA 使えば売れるわけですから、全く提供するメリットがない。一方ね、商品がもう独自商品であるという形でね、高く売れるんであれば、お、まあ、卸しをしても儲かれますしただ、ほとんどの商品、ね、手に取らないと買われないような商品以外は自分で FBA で売った方がいいということでね、まあ、この まあ、まとめ売りとかね、卸売りっていうのはあまりお勧めではありません。だからね、amazon ビジネスプログラム、まあ、入り必要なしというサポートしてるんですけど、まあ、ちょっとね、えー、見てみたら、日本アマゾンの場合はこの、えー、10円ね、ね大口料金が10円に下がるというようなね、特典があるようなんで、まあ、日本アマゾン 使ってる人、まあ、まだ不要品を売ってて、ね、使ってますとかね、えー、実は日本アマゾン,マゾンでも、えー、商品を売ってますという場合はね、これ登録しておくのをお勧すすめします。でちなみに、卸売りがどんだけ儲かんないかというとですね、えー、初期のダイソーと二人三脚で卸売りをしていた井上工業という会社がありまして、えー、この会社はね、えー、倒産してます。ダイソーは店舗どんどん増やしてますけどね、えー、井上工業が潰えちゃったと。 要はね、100円ショップの商品っていうのはね、えー、どこで買ったって大して変わらないですから、安さ以外に勝負する点がないと。そうするとね、えー、ダイソーという伸び盛りの企業と一緒に付き合ってた会社ですら潰れちゃう。いかに卸売っていうのがね、えー、儲かりにくく割の合わない業態か、いうのがね、言えます。そんな形で、この飲食店のね、えー、無断キャンセルについては、まあ、あんまりね、えー、一般に言われていることと真逆、 悪いのはむしろ悪いってことはないですけど、まあ、客はね、えー、そういうお客さんが多いという事実を受け入れるしかないと。ね。で貸し契約がキャンセルされるのは、えー、逆に店に予約がないことが、えー、一番の原因ですと。で、飲食店のこのね、店に予約なかったら、えー、無断キャンセルをされるように、物販で言えば、卸売ってのはね、えー、大抵の場合、うまくいきませんと。割に合わないですというね、えー、お話をしやさせていただきました。 以上、天馬アカデミー、堀秀夫でした。